とつか警部シリーズとつかわ正造とつか正は西村京太郎の推理小説に登場する架空の警察官。とつか警部として知られるとつか警部シリーズの主人公である。西村作品の代表的キャラクターとして多くの作品に登場している。テレビでの映像化も多い。とつか村ホテルスバル内にあるライブラリー警視庁刑事部捜査一課に所属する警察官で、 階級は警部である。部下の加名刑事をパートナーとして多くの事件解決に当たっている。捜査一課内での立場は作品によって幅があるが、自身を含めて7から10人程度で構成される、戸塚川班のリーダーである。基本的に捜査は戸塚川班のみ現場管轄の所轄署に設けられた、捜査本部で行うことが多いが、事件が、 地方や海外に関係する場合や薬物及び暴力団絡みの事件の場合は、現地の警察機関や警視庁の他の部署と合同で捜査することが多い。そのような合同捜査の際、十津川は,は警視庁代表として会議などで指揮、発言している。東京都内を中心に日本全国、時には世界各国も飛び回り、殺人などの事件を捜査、被疑者を逮捕。 発見している。捜査の大半は警察官として捜査に当たっているが、一部では一般人として調査することもある。十津川が初めて登場した西村作品は赤い帆船である。主にトラベルミステリー、特に鉄道を舞台にした事件での活躍が多いが、初登場時以降しばらくは海を舞台に活躍していた。十津川の名の由来は奈良県十津川村から。 西村京太郎が探偵役の名前を考えていた際、たまたま見ていた日本地図で目に留まったためという。なお、尊名は、とつはと濁らないが、とつは肖像のせいは、とつ川と濁る。ただし初期は、とつは、と、ルビが振られていた。青年月日、血液型経歴家族、ペット性格、対人関係身体的特徴思考操作手法その他。ありがとうございます。